スレール、男性系 RLL、女性系 R。英語、スロールは、バイキング時代の北欧文化圏における奴隷のことで、ある。スレールは、バイキングにとっては主要な収入源の一つであった。スレールは、ローマの歴史家タキトゥスによって、最初に解説がされている。彼は98年に、スウェーデン人が武装する権利を持たなかった。 ただし、武器は奴隷によって屋内で厳重に保管されており、敵襲があった際には彼らに分配されたと記している。すなわち、外敵を海が遮る状況において、貴族や自由民に武装させないために、王は武器をスレールに守らせていた。スレールの風習は北欧神話からも裏付けられている。神話は、スレールが神リーグルによる、 独自の祖先を持つと語っている。人は、ガシから逃れるため自分の身を提供するか、捕らえられて売られるか、あるいはスレールの家庭に生まれたことによって、奴隷になったようである。しかし、ガシを避けるために、スレールに身を落とすのは最も恥ずべきことと考えられ、それゆえに、奴隷の獲得方法のうち一番最初に、禁止されたのも、上によるものであった。スレールを得る方法として、 最も一般的だったのは、外国での捕虜の略奪や、またはそうして捉らえられた、外国人の購入だった。ローマでの奴隷の監修の場合と同様、当時の北欧においては、あらゆる民族が、スレールとなり得た。さらに、スレールは、社会的地位を有していたが、社会の他の階級より劣る身分に留まり、家庭内労働者同様の立場に置かれた。スレールは、 家畜のように保有され、その主人は彼らに対する政殺予奪の権利を持っていた。主人がスレールを鎖につないだり鞭打ったりすることはなかった。スレールは自分の世帯を持つことができ、主人に命じられた穀物や家畜や織物を納付していた。自由民の父によって女のスレールから生まれた子が生じると、その人は自由民であると考えられた。 しかし、スレールの父によって自由民の女性から生まれた子は、長じても奴隷であると考えられていた。キリスト教が北欧に伝わった頃、非キリスト教徒である人々のスレールへの需要は高まっていた。キリスト教徒がスレールを売買することは許されていなかったため、北欧人はスレール売買を事実上独占していた。やがてスカンディナビアがキリスト教家されると、 スレールの制度は、社会的に許されないものとなり、最終的に廃止された。タキトゥス、ゲルマーニア・イズイ・ヒサノスケ役中、岩波書店、岩波文庫、1979年、210から211ページ。タキトゥス、ゲルマーニア・イズイ・ヒサノスケ役中、岩波書店、岩波文庫、1979年、114ページ。ありがとうございます。